少女時代のエブゲニア、母マリア・ニコラエブナ、姉マリア・マクシミリアノブナ・トラモンのオリデンブルクスキー、宮殿エブゲニア・マクシミリアノブナ・ロマノフスカヤは、ロシアの貴族女性。姓は、レーフテンベルクスカヤとも言う。夫のアレクサンドル・オリデンブルクスキー公爵と共に、ロシアでも有数のフィランソロピストとして知られた。フランス系バイエルン貴族のロイヒテンベルク公。 マクシミリアンド・ボアルネと、その妻で、ロシア皇帝ニコライ一世の娘であるマリア、ニコライエブナ大皇女の間の三女として、サンクトペテルブルクに生まれた。父は、ロシア皇帝の娘婿になるに際して、ロマノフスキー公爵位を授けられたため、子供たちもこの称号で呼ばれた。1852年に、父が死に、1854年に、 母が身分違いの再婚によりロシア出国を余儀なくされると、エブゲニアとその兄弟姉妹は、母方の叔父のロシア皇太子、アレクサンドル大公の世話を受けて、ロシア国内で育った。ロシア提出との親族関係もあり、エブゲニアは様々な宮廷行事に参加した。1860年には、彼女は、祖母のアレクサンドラフヨードロ泥ナ皇后のフランス訪問に随行し、 ナポレオン賛成夫妻と会っている。エブゲニアにも適齢期になると、イタリア王大使ウンベルトをはじめ様々な演談が舞い込んだが、結婚には至らなかった。1868年1月19日、エブゲニアは、同じロシア貴族のアレクサンドル・オリデンブルクスキー、公爵と結婚した。アレクサンドルは、ドイツのオルデンブルク大公国の大公家の一員で、あるが、 パーベル一世の女系の彦という関係で祖父の代からロシア貴族として暮らしていた。夫の家族もエブゲニアの家族と同様に抗議のロシア提出の一員とみなされていた。夫妻の間には一人息子のピョートル・アレクサンドロビチが生まれた。エブゲニアは、いとこの皇帝アレクサンドル三世の妻マリア、不要ドロブナ皇后と長年の友人で、二人は、 エブゲニアの息子ピョートルとマリア皇后の末娘オリがアレクサンドロブナを結婚させている。皇帝アレクサンドル二世は、名のエブゲニアに結婚の贈り物としてラモンの所領を与えた。オリデンブルクスキー公爵夫妻は1887年にラモンに中世イギリスの城を模した宮殿を築いた。1九0年、仕事がなく不満を募らせていた貧の一団が、 ラモンの宮殿を襲い、火をかけたため、宮殿は甚大な被害を被った。1917年、宮殿はボリシェビキ当局により接収され、弊社、学校、病院、そして近隣の工場の従業員宿舎に変えられた。エブゲニアは非常に宣伝された評判の高い貴婦人で、ロシアにおける中心的な文芸、哲学、科学サロンの女主人であった。 彼女と夫のアレクサンドルは、ロシアでは自分たちの財産を大部分を事前事業に投げ打った夫妻として広く有名になった。夫妻は取材を投じて、ロシアの諸地方に技術専門学校、病院、孤児院、その他の事前施設を建設した。エブゲニアは、また、ロシアにおける赤十字社の設立にも協力した。夫妻の建てた技術専門学校は、 2000人の男女の子供に商業教育と技術教育を施す目的で建てられたが、生徒の半数以上は公爵夫妻に養われて暮らしていた。エブゲニアは体が弱かったこともあって、国外旅行などには行かず、自分の屋敷や宮殿で落ち着いて暮らすのを好んだ。エブゲニアはロシア革命により夫や息子と一緒に国外に逃れ、 一人息子を亡くした次の年の1925年にフランスのビアリッツで死んだ。ありがとうございます。